こんにちは。先日、羽生結弦選手が久しぶりにメンバーシップ会員向けの生放送を行い、その特別な日を記念しました。この配信は、羽生選手が YouTube メンバーシップを開設してから1年11ヶ月と11日目という、非常に記念すべき日に行われました。羽生選手は生放送中に、ネタバレ OK です。どんどんシェアしてくださいと語り、 ファンにに積極的に情報を共有するこ,とを促しましたこれにより多くのファンがコメント欄で熱く反応し活発なやり取りが行われましたこの日は羽生選手がプロ転向を発表した2022年夏以来初の大きな生放送でもありました彼はプロスケーターとしての新たな道を歩む決意を示し 自分のスケートや演技をより多くの人々に見てもらいたいという思いを込めてはじめましてというタイトルで YouTube チャンネルを立ち上げましたその初めての動画公開の際彼はこれからも一生懸命頑張りますのでよろしくお願いしますと語りファンに強く呼びかけましたさらに数日後にはシェアプラクティスというタイトルでライブ配信も行い 日常のトレーニングや本番さながらの滑りを披露しましたこの配信は大変な反響を呼びピーク時には10万人以上が視聴し羽生選手のスケート技術に対する関心と期待がますます高まりました彼の配信はただの演技披露に止まらず彼自身がどのようにスケートを捉え日々どのように努力を重ねているかを垣間見る貴重な機会となっています今回の生放送では 羽生選手のファンに対する細やかな気配りや、今後の活動に対する期待が非常に強く感じられる内容でした。視聴者からは、生放送ありがとう、次のアイスショーが待ちきれないといったコメントが多く寄せられ、ファン同士の間でも大いに盛り上がりを見せていました。羽生選手がファンの質問に一つ一つ丁寧に答え、誠実さや親しみやすさが際立つ場面もあり、 ファンとの交流を大切にしている姿勢が見られました。特に海外のファンからは熱い反響が多く、羽生選手がいかに世界中のファンから愛されているかがわかります。ファンの一人は、譲る、ファンに対するあなたの優しさと献身は言葉では言い表せない。私たちはあなたがどこにいても、いつもあなたをサポートしています。 中国のファンは、羽生選手の新しいショーを楽しみにしていますとコメントした。あなたのスケートはいつも私たちに力を与えてくれます。この生放送を通じて、羽生選手とファンの絆がさらに深まり、彼の今後の活動に対する期待がますます高まりました。ファンの多くは、次のアイスショーや新しい動画の公開を心待ちにしており、 羽生選手がどのように次のステージで私たちを驚かせてくれるのか期待が高まっていますそして17日には公式 YouTube メンバーシップ「ゆずるメンバーズ」が発足しました月額110円のメンバーシップではメンバー限定動画やコンテンツアンケートに参加して滑るプログラムをリクエストすることができる特典が提供されていますまた ワン,マンショーのチケット先行販売も含まれており、今後のショーで利用できる可能性が示唆されています。国内外のファンからは、今後も単独のショーを開催するのではと期待が高まり、会員数も一気に増加しています。さらには、月額1000円でも安すぎるといった声もあり、争奪戦が予想されるほどの反響がありました。このメンバーシップには 羽生選手の細やかな気配りも反映されており、登録や投げ銭機能がパソコンやスマホアプリなど、さまざまなデバイスで利用可能です。iPhone アプリのみ、手数料の関係で少し金額が高くなるという難点がありましたがあるファンがアプリ経由でのメンバーシップ登録ができないよう配慮されていることを確認しました。スマホでもブラウザから登録を行うことで、 すべてのユーザーが同じ料金で利用できるようになっています。こうした羽生選手の細やかな気配りに対して、海外ファンからも、心遣いが素晴らしい、優しすぎると驚く声が上がっていました。月額110円という設定は、YouTube の最低価格であり、そのうち約3割が YouTube 側への手数料として支払われます。それでも 多くの人が平等に参加できるようにという羽生選手の思いが反映されていると考えられていますメンバーシップが開始されてから1年11ヶ月が経ちもう少しで2周年を迎えますこの期間中に投稿されたさまざまな動画の中には羽生選手が普段聴いている曲でクールダウンのように滑る姿や若い頃に演じたノートルダム・ド・パリを大人の成熟した表現で再演するシーンなど 新旧のファンを楽しままませる内容が豊富に含まれていますノートルダム・ド・パリの再演はメンバーシップ限定にもかかわらずその独特な魅力で多くのファンの心をつかみトレンド入りするほどの人気を博しました羽生結弦選手がプロとして表現した大人の深みを持つ演技はかつての若い頃の解釈とは一味違ったもので彼自身の成長と進化が感じられる内容でした このパフォーマンスを通じて彼の表現力と技術がさらに磨かれていることがうかがえ、ファンはもちろん、業界内でも注目を集める結果となりました。その後も、羽生選手は多忙なスケジュールの中で、アイスショー、イベントの準備、テレビ出演、撮影などの合間を縫って、定期的に動画を投稿し続けています。 最近ではミュージックビデオに匹敵するほどのモーショングラフィックスを駆使した作品が公開されましたこの動画はプロスケーターとしての彼の動きが視覚的にも圧倒的なインパクトを与えるものでありスケートファンだけでなく一般視聴者の間でも話題となっています羽生選手が YouTube 活動を開始した当初の目的は あくまでシンプルな動画を通じて彼のスケート技術や演技を広く見てもらいスケートの魅力を伝えることでした彼のプロとしての歩みを追体験させるものであり観客にスケートの素晴らしさをより深く理解してもらうことを目指していましたしかし羽生選手の創作意欲と映像編集技術が次第に向上しそれに伴い彼の動画内容も一層洗練され 今では映像作品としてての完成度が非常に高くなっています。この進化は単に演技を記録するだけにとどまらず視覚的な演出や音楽とのコラボレーションによってファンや視聴者に新しい視点からスケートの魅力を伝えるための試みとして評価されています羽生選手の映像には彼の演技に対する真剣な姿勢とスケートに対する深い愛情が溢れています 彼が自ら編集に取り組む動画ではプロスケーターとしての技術や表現力を最大限に引き出す工夫が見られ視聴者にその意図が明確に伝わります例えばモーショングラフィックスを使用して彼の動きを強調したり音楽とのタイミングを完璧に合わせることで演技が視覚的にも感動的に映るように演出されていますこれにより彼の動画は単なる演技の記録を超えた 一つの芸術作品としての価値を持つようになりました。さらに、羽生選手はファンとのつながりを非常に大切にしており、YouTube での動画配信に加え、生放送やイベントでも積極的にファンとの交流を深めています。彼の配信では、日常の裏話や練習の様子、さらに次のプロジェクトへの意気込みなど、ファンにとって貴重な情報が共有されています。このような姿勢は、 ファンに対する感謝の気持ちや細やかな気配りを表しており、ファンとの距離感を縮め、より強い信頼関係を築く要因となっています。特に、羽生選手が動画内でファンに向けて直接語りかける場面では、彼の真摯な姿勢がファンに強い共感を呼んでいます。彼は、ファンが応援してくれることへの感謝を常に忘れず、 ファンとのつながりを一層大切にしながらプロとして成長し続けていることがファンの支持をさらに高めています。またファンの中には羽生選手のひたむきな姿勢に感銘を受け自身も新たな挑戦に踏み出すインスピレーションを得たという声も多く聞かれます。このように羽生選手の活動は彼自身のスケートだけでなく彼の生き方そのものが多くの人々に影響を与えているのです。 今後も彼がどのように新しい表現方法を見つけファンとの絆を深めながら活動を続けていくのか大いに注目されています今後も彼がどのような形でファンを楽しませ驚かせてくれるのかその進化と挑戦が楽しみですファンのコメントを受けて配信のタイトルはラジオに決定しましたマイクトラブルなどもありながらも非常に盛り上がった配信となりました これまでこのチャンネルでは有料会員限定の内容について簡単な概要のみを紹介していましたが今回の放送で羽生選手はネタバレ大歓迎と宣言しました彼は投稿を見て興味を持ってくれるスケーターや作者の方もいるのでどんどんシェアしてくださいと呼びかけつつここは言わないでほしい部分についてはその都度動画や投稿文でお知らせしますと説明していました 全文掲載はしないもののこちらでも時々内容を紹介させていただきます今回の「メンシラジオ」では羽生選手が宮川大さんの楽曲で滑った新プログラムの話や動画編集ソフト好きなゲームについてなどさまざまなトピックに触れていました特に最近一気にクオリティが上がった動画については文字を動かすデザイン性の高いモーショングラフィックスを作るために 動画編集ソフトとは別の専門ソフトを使用していることを明かし、その勉強にも取り組んでいたことを話してくれました。そして、羽生選手は、もうすぐ何かしらのお知らせがあるかなと思っていますと次のイベントについて示唆しました。各所との調整があるため、まだ正式な発表はできないようでしたが、もう少しだけお待ちくださいと語り、コメント欄には期待の声があふれていました。また 彼の言葉の中に、単独とかツアーといった表現があったことから、今回のイベントはアイスショーのような演技を披露する場であることが推測されます。さらに、羽生選手は海外ファンのために英語で挨拶もしてくれ、その気配りと未来への期待に満ちた放送に、各国のファンからのコメントがあふれました。放送してくれてありがとう、生の声が聞けて嬉しいといった感謝の声がさまざまな言語で飛び交い、 盛りり上がりを見せました次に羽生選手がどんな驚きのパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみですね。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちは皆さんからのニュースを受け取り次のビデオでお会いできるようさらに熱心に準備を続けていきます。チャンネル登録といいいねを忘れずにままた次のビデオでお会いしましょう